どうも、新宿アボイ金木です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。いやー、もう今年の春ぐらいに太りすぎたからってダイエット始めたんですよ。うん、で、夜お菓子をまずやめる。うん、で、夜ご飯は白米を食べないみたいな。うん、まあそしたらまあ7キロ8キロ2ヶ月で痩せましてね、うんうん、まあ、そっからリバウンドはしてないのよ、うん、ちょっとね、あのリバウンドしてないこと言うことにお菓子再開してしまいました、ね、うん、まあ分かりやすいぐらい腹出てきたね、やっぱり、うん、な何のお菓子、ポテトチップ、あ美味しいんだよ、俺は好きな味のやつ出ちゃって、あバカ、もう、あ、もう一気に一袋ぐらい、一袋、あ、でも一応あれはしてる、朝飯にとかにしてる、朝ごはんおポテチップにしてる、なかなかなしてる、うん、朝飯ポテトチップス、なるほどね、あとあと甘いパンパンなんかめちゃくちゃ太るね、パンとかね、いやそうそう、もう体重はだから言ってもそこまでは変わってないけど、うん、またね、ちょっと夜走ったりとか、うん、またあのね、夜ご飯白米を抜くとかね、うん、そういうあれですね、また生活の変化ですね、あのライザップとかね、やった人も結果戻ってる人いるもんね、まあ目標に達したら ねそこをね、キープしようっていう、まあ、相当の根性がないと、うん、キープさせるのがしんどいよね。でもだいぶキープしてたけどね、うん、まあ、一応体重も測って、まあ、そんなにね大幅には戻って、うん、まだ58いってないぐらい体重ですけど、いや確かにね、厳しい厳しい、やっぱ誘惑に勝てないね、なんでだろうね、いやそうなんだよね、誘惑は勝っちゃうんだよ、甘いパン見つけちゃったんだよな、甘いパン、何なんだろう、私ね、昨日大阪とか行ってたんだけど、うん、あの結果行かなかったけど、力飯って昔あったでしょ、もう爆発的に焼き牛丼飯、あれがあったのよ、まだあるんだ、なんか1店舗あって、難波の近くに、うわぁ、行ってみたいなぁ、懐かしいな、懐かしいなと思って、いやでもわざわざ、まあ、東京にもどっかにあるでしょとは思ってるけど、1店舗ぐらいは、わざわざ大阪来てっていうのもあったし、いやここで食べちゃいけないなって思って、そこがグッとこらえたの、うん、まあまあ、まあ、食べるわけじゃない、食べる意味がない、結果それで帰ろうとしたけど、結果寿司食べたからね、うわぁ、豪勢だね、いや豪勢だよ、そんなリーズナブルな、結果行っちゃったよね、いや別にいらないのよ、もう別に食べる必要ないのよ寿司は、あのだってあるお腹いっぱいだから、ある程度もうご飯食べてんだもん、でもさ、せっかくだからって、なんとかその焼き牛丼は力飯はこらえたのに、寿司食って結果寿司食べるって、まあ寿司の方がまだカロリーがね、まあいや酢飯の方がね、あ結構あるあれですからね、あの砂糖入ってますから、はい、まあまあそんなバクバクは食べなかったですけど、まあでもなんか食べちゃったなと思って、それの気持ちもわかるし、うん、我慢して何になるんだって、食べたいもの我慢してこのまま人生を終えるのかっていうところもあるじゃん、はい、確かにそのせめぎ合いだよね、うん、なんか寿命が分かってないんだけどね、うん、まあそうね、出しといてほしいよ、逆算してね、逆算して、ね、うん、あと5ヶ月かと思ったら、うん、焼き牛飯食ってるでしょ、うんうん、そうです、だって名古屋だってなんかちょっと行きたいラーメン屋ってすごい並んでたから、あ並んでんのかと思って、うん、じゃあいかって、そこは別に食べなきゃいいじゃん、はいはい、うん、なん
結果全然関係ない山形ラーメンの店行ったからね。もうなんかもうラーメンの頭になっちゃってるから。まあまあいいんじゃないそれは。まあまあそこをグッと抑えると多分ね痩せるんですよ。そこで食べちゃうから。でも別に食べてもいいやつでしょ。その日は。まあまあ食べてもいいっちゃいいんだけど、そこを食べずにでまあその後大阪行ったらもう大阪まで我慢すればいいだけの話でしょ。だって結局大阪行ってまた食べてんだから、な名古屋のラーメンいらないんだもん、わざわざ食べる必要なかったんだもん、後から考えるとね。まあそういうもんだよね。地下街、名古屋駅の。いやいや地下街じゃなくて、あの、うん、地上の、うん、まあその分カロリー使えばいいんじゃないか。まあまあ結構歩いてますからね、言ってもなんだかんだね、あっち行ったら1万8000とか歩いてましたよ、おとといあたり。何のために？いやいや、あちこち行ったりしてから。あ、いろいろ？そうそう、行ってるうちに。なるほど、全部徒歩で移動してたら。そうそうそう、なんだかんだで、うん、1万8000ぐらい行ったり。1万8000、うん、だいたい、そのそれカロリー出んの？1万8000歩きました。あ、なんか出ると思うな。うん、一応ね、まあまあまあ歩いてはいるんですけど、あとお酒ね、ここ別にこんな飲まなくてもいいのって時飲んじゃう。まあそれ仕事のためで。いや、1人、いや、1人で、1人で飲む。その寿司屋さん行った時だってさ、あ、1人で飲んだ。結局さ、その力飯をなんとか我慢したと。もう食べる必要ないと。お酒も飲んでんのよ、もう。あの、人と会っててね、もう別に食べる必要ないし、飲む必要もないの。で、なんとか力飯をあれして、結果寿司行って、いやー、いっぱい寿司食べ、いや、いっぱいは飲みたいなって言って焼酎飲んでね。で、さらにスイッチ入っちゃって、お酒買って戻ったもんね、部屋。すぐにまた飲んでるからね。意味わかんないよね。だって本来もう終了してんだよ、その日。いらない、いらないやつ。もう終了してんだ。なのに。合成でもあるよね。合成までもいかないんだけどさ。なんかわかんないけど、もう。で、次の日、うわぁ、もたれたりしてて、いや。お酒ってカロリーあんの？焼酎ってカロリーないんじゃない？焼酎とかはない。悪いやつが甘い。あ、いやいや、じゃあ別に飲んでもいいんじゃない。いや、それは単純にあれでしょ、肝臓的な話だよね、このね。もう別に、いや別に飲む必要ないんだけど、口寂しいなと。なんで力飯をあんなに我慢できたのに。なんだったら力飯行ったら、そこで力飯だったらもうご飯だから、もう多分それ満足するんだよ。飲みてえなってなんじゃない、いっぱい。いや力飯に置いてあるんじゃない。あ、力飯で飲もうってなのかな。ビールとか結果寿司だからちょっと一杯ぐらいは、そしたらそれまでしばらく歩いたからね、飲み終わってから1時間ぐらいもう歩いてんのよ。 あっち行ったりこっち行ったりして、ね、なんだけど結果まあそれでちょっと酔いが収まったのか、また寿司屋で飲んだらもうスイッチ入ってるわっつって、いや2杯ぐらい飲んだから、そうだ、そんならもうもうなんか一貫かでっかいやつ。ストレス溜まってんじゃん。結果飲んで、なんだかよく飲んで忘れた夜があったんじゃない。そんな夜ではなかったんだけどさ。飲まなくていいのに飲む、食べなくていいのに食べちゃう。まあなんかあれなんじゃない、タグが外れたんじゃない、その我慢したっていうことで。そうなんだよね。そうなんだよね。我慢するときは我慢すんのよ、本当に。まあね、そういうもんだよね。今日なんかちょっと我慢してるもん。なんかしたいの？あ、食べたい。なんかでも食ってたよ。いや、差し入れもらったあのパンね。いやいや、唯一あのまあまあ朝もちょこっと食べたんだけど、でももうあんまいっぱい食べてないのよ。キャベツとかいっぱい食べて、でね、お腹空いてきて、いや、お腹空いてんなと思ったの。だんだん松村さんみたいなことやりだし、ね、死ぬほどキャベツ食う、何杯食うんだよ、キャベツ。それで太るんじゃないかっていう。それでなんとか、まあでもちょっとね、園芸ホールが12時45分出番だったでしょ。いや、お腹空いたなと思ってたけど、ここでなんか別にコンビニでちょっとおにぎり買ってとかね、食べる必要ないと。どうせどっかで食べるんだから、グッとこらえて、なあ差し入れで、東洋館の出番もあったから東洋館に差し入れがあって、パンね、このぐらいの、あ、これがちょうどいいやと思って、
足りないんじゃない足りない。だからめっちゃ今お腹空いてるいいよ食べて。いやいやそういう話じゃなくて、いやいやいいよ全然。いやいやいや、あとどうせいつか食べるから、いつか いつか食べるから、いつか食べるから、ここをグッとしとかないと。やっぱりね、結構3日間やらかしたから、そのいいんじゃない、頑張ったんじゃない。いやそれだって別に年単位で頑張ったわけでしょ。でも最近もういいんじゃない、一気に3、4キロ戻ったからちょっと太った方がいいんじゃないの。頭のさ、最近感がつかなくなってきたでしょ、うん、まあそうそう、痩せてちょっとあれなんじゃないかっていう気もするんだよね。難しいんだよね、皮膚の感じがこう張りがなくなったんじゃないかっていう。そういうことなんかね、痩せて年齢とかじゃなくて柔らかくなったと思う。しぼんだんじゃないのかな、うん、そういうのあるのかな、今わかりますね。よいしょ、はい、ありがとうございました。